昼だう。加藤殿、おもてなし隊はどういったことですか？ここです。ここで？ここにいます。ここで説明をするんですか？ここでは説明し、障子堀の説明とかしながら、うん。見なくていいですよね。障子堀とかしながら、あとは方向、あっちが投げないで、こっちが投げない。ああ、そうなんだ。さっきみたいな感じで。そうですね。おお。実は、いわゆる障子堀。おお。これなんですよ。ああ、硬っ。くっきりしてますね。めちゃめちゃくっきりしてるんですよ。もうちょっとなんとなく掘ってるだけかなと思ったら、ちゃんと角もつけてこう、斜面もつけてやってるんですね。障子堀もやっぱりお城とか、多分築城主の、なんていうのかな、個性が多少あるんです、うん、癖があるんです、はい、で、まあ、北条流は割ときっちりきっちり、こう、作られてる感じなんで、結構雑だなみたいな、こう、障子堀もあったりして。あ、山中城以外でも障子堀の城はあるんですね。あるんです。ただ実際こうやって見れるようになってるのって、今日は数えるほどしかなかったんですよ。すごい綺麗だな。でこの規模でもちろんあるのは山中城だけなんです。これはだからその下の方にずっと引き締められてるってことなんですね。そうです、そうです。発掘調査した時にこの下に あって、その上にこう土を持って保護で、芝を張ってっていう状況になって、そうか、向こうから来る敵はここを越えなきゃいけない。そういうことです。ちなみに今向こうから来てる敵は、徳川隊です。ああ、徳川隊ですか。はい、ちょうど今海が見えるじゃないですか、はい、で海が見えるところにちょっと手前ぐらいに沼津の駅がちょうどあの辺りにあるんですよ、はいはい、で沼津の駅の近くに、三枚橋城っていう城があるんですよ、はい、でそこが鳥取型の前線拠点になってます、なので、夜明かしてそこからこっちに向かってくるのが見えるんですよ。おー、ここだったら見えますよね。めっちゃ見えるんですよ。あで、まあ、攻めてくるのが、まあ、7番ジャケですよ。あ、7番ジャケ。あの平野に7枚いるんだ。そこに7枚いるんだ。これがこっちに向かってくるんですよ。うわ、怖いな。東京ドーム超満員2回分ぐらい。そうですよね。それが一目散にこっち来るんでしょ。はい、見えるっていうのも嫌ですね。それでやっぱり見えちゃうね。もうやっぱそうですよね。こんだけ見えれば、はい、で、まあ、こっち側からじゃあ攻めてくるってことはこの障子堀を越えなきゃいけない、まあ、それとあと東海道を登ってくるとどうしてもさっき、国道1号線沿いの方に行っちゃうので、はいはいはい、そうするとね、やっぱり大崎出丸の前を通らなきゃいけない。なるほど。やっぱりそういう道に面して有効な作りはしてるんですね、はい、そうです。なのであとでちょっと下行って
地図と一緒にちょっと説明すると分かりやすいと思います。でも広いですね。広い1分ぐらいの駅って、うん、いやもうちょっとこの障子堀ぐらいなのかなと思ったけど、ほぼほぼ縄張り全部ぐらいじゃないですか。とんでもないです。すごい。障子堀も今あの見れるように整備したのがここだけで、はいはい、実はあっちの本番の裏側とか北の丸の方とかもなんか新しいんですよ。あ、じゃあほぼ全面障子堀にしてあるんですね。かなり広い範囲に障子堀に掘られちゃうんで。確かにな、少し下に入って上から撃たれたらちょっとなパニックになりますよね。そうなんですよ。あれ正直大人の一番深いところに大人よりも深い、深いんで、うん、もうちゃんと見えますね。そう、これがだからちょうどあれなんですよ。右側の方が今崩れてるじゃないですか。ああ、ここのことを言ってるんですね。そうですね。で、崩れちゃったのって、台風で崩れちゃったんだけど、はい、結局上に乗った土のところがずさっと落ちちゃってるので、もともとの戦国時代の地表が今これ丸出しになってるんですよ。ああ、そういうことですよね。うん。逆に貴重な感じがするけどな、これ。こういう整備の仕方してんだぜっていう話ですね。これは分かりやすいと思います。いや、まさにこの土がなる城ですね。そうそうそう。土固めて作ったんですね。そうそうそう。で、そこを、崩れちゃったんですが、今、本堀の上で、また、こんな部分がいると上の部分に、やってあったんだね。石の丸の下は全部障子堀なんだ。はい。西の丸、西矢倉の丸、ぐるっとそうなんですね。まあ、本当、こう実は有名な撮影ポイントの一つですよね。もうすぐ。パンフレットの表紙とかに使われてる、うん。よく見る写真ですかね。よく見るあれですかね。あそこですかね。でもすごいなぁ。あの木この真正面です。こいつです。あ、こっから撮ってんのか。そうすると障子堀と富士山両方入るから。あ、本当だ。今日3回目の撮影タイムになります。3回目です。これだとあんまなかなか撮れないんでね。ここだとこっから撮るんですね。そうなんかでも距離結構あるんですね。あります。なんか綺麗に撮ってるやつありますよね。やっぱり。撮りたくなるわ。広いな。このぐらいの広さでちょうど下前の子全部囲われてると、うん、僕は一対一で人戦わせたくなるんですけど。闘技場じゃないですか。闘技場にしたくなるんですよね。そうですね。この感じ。まあ、わかるな。わかるな、これはな。オロチドップとか連れてきてグラップラーバギですね。バギ戦ですね。そうね。本当に真四角ですもんね。真四角ですよ。最初のクラブの問題でいるんですが、はい、ここで筋肉とかしたんです。あ、ここいいじゃないですか、舞台として。で、それで全部土塁の上にお客さん座ってもらって、お客さん上から見るパターンなんだけど、なかなかないですよ、上から見るって。奴隷に座ってもらって、奴隷に座ってもらってないからね。いやいや、いいじゃないですか。教育委員会さんの許可ありだから、ね。ああ、ここからも綺麗に見えますもんね。もうなかなか今日は本当に撮れない。障子堀って、はい、一応なんか十字とかにちゃんとなってるところが、うん、だけが障子堀なんだっていうのが正解。あ、厳密な言い方。そうなんですね。じゃあそうするとこことこっちはそうだけど、この辺もまあ一応なってるから、はい、あれはじゃああっちは違うってことですか。そうだ、あそこら辺は厳密に言うと障子堀じゃないと。あ、そうなんだ。うん、で、真ん中にこう、うん、通ってるじゃないですか。はい、人が通るところが、はい、
あれのことを堀障子っていう、障子じゃなくて堀障子。どこの会社ですか？会社みたいな。堀障子さん。っていう会社って。あ、そうなんだ。もうこうなってたらもう障子堀かと思ったらそうじゃないんだ。なんですよ。でこれは梅堀って言われるところが比較的、梅堀って聞いてくれ、ジェットコースターとかって、はい、線路が内側に少し傾くじゃないですか、はいはい、ああいう感じで少し傾いてくるのを梅堀って言うんですね。うねってるっていう意味で。あ、堀が、そう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 、こうなってること、そうそうそう、あ、なるほどなるほど。でこうするとこの辺っていうのは非常に分かりやすいので、すごい。でもいわゆる梅堀って言われるところなんで、でもここも深いですよね。深いですか。これもね、上から見るとそんなに見えないけど、僕、うん、の背よりは高いので。いや、そうですよ。これ一回落ちて登ってくるって相当ですよね、これ。いやー、うまいこと考えてるな、城って。やっぱこうやって見ると、梅堀のうねってる感が分かりやすいかな。梅堀っていいな、うん、あ、確かに。でこれをこうどっちかというとローアングルで入れてるんですよ。ローアングルで撮影するとすごい感じ。あ、そういうこと。そういうこと、うん、こうか。高いなぁ。で、あとはもう一つは、そうですね、あの取りどころというか、撮影どころとしては、ここなんですね。わぁ、こうなってんだ。この上をこう歩いてくるのを、西矢倉とか西の丸から狙撃すると。だから、ここの山中城って、うん、まあ、発掘調査していろいろ物出てくるわけじゃないですか、うん、9割鉄砲玉なんで。ああ、上から狙い撃ちなんですね。はい。はで、まあ、ちょっとこの間も話したけど、あんまり生活用品みたいなのは出てこない場所なんで、うん、城主がもともといないってことですよね。はい、文化財課の方にはね、うん、ここら辺から撮る障子堀が一番おすすめですけど。ああ、確かに影の具合ですごい見えますもんね、ここ。であとね、真正面から撮るより斜めから撮った方が少し雰囲気的にはいいかなって、なんかその人は言ってた、うん、ああこれでもこうツツジが、ま、若い時来るとまた違うんだろうな。そうですね、雰囲気だいぶ違いますね。うん、そもそも山中城ってどのくらいの時代からあるんですか？山中城はね、一応、まあ、戦国時代だのはほぼほぼ間違いない、はい、で、おそらく氏康時代ぐらいかなっていうふうに思ってます。で、まあ、メインの、説としては、一応武田が、静岡っていうか駿河の方に進出してきた時、はいはいはい、に作られたっていうのが一応メインの学説だったんですけど、うん、ちょっと最近のテストとかだと、その前の、いわゆる火盗の乱。はい、火盗の乱ありましたね。はい、その時に、作られたんじゃないかっていう説も出てきてますね。その頃から北条だったんですかね。北条なのは間違いないみたいですけど、箱根と伊豆の、こことまで伊豆の国の当時の境界だった。そうですね、そうですね。あれなので、で。伊豆の国ってやっぱり、北条家は最初から、うん、持ってる国で、特、は、に、い、こう、なんていうのかな。当軍がずっとやっぱり取って持ってきた国って大事にされてるところなので、伊豆の国はやっぱり北条家100年の間に一度も、まあ、攻め込まれたことはあったけど、取られたことはないので、うん。うん。じゃあ、何これ山の。障子堀の情報が書いてる。障子堀じゃない、堀障子の書いてる。うん。うん、それほどじゃ山中城の価値って大きかったんですね。じゃあ大きいですね。なんで国の指定してきたの山中城
おそらく指定資格が残ってない城の中でかなり早い段階でされてるんで、昭和20年代ぐらいかな、多分。そんなに早く、綺麗に整備されたら山の神は歴史上確か宇治方が入場したりもしてるよはずなので。そうなんですね、その豊臣との合戦の時じゃないですけど、別件の時に確か、というかね、武田と争ってた時かな、宇治方が入ったりもしてるので。じゃあ北条の中でも結構上の地位に当たる城なんですね。箱根城って言われるのは箱根に取りであったんですけど、その中では一番拠点でしたね、間違いなく。そこなんかもちょっとあれじゃないですか、なんかもうね、もう何もかもがそう見えちゃうんですねこうなったらもうちょっと掘ってあったら山本家とかアンバサダーにしてくるそうそう、加藤殿のなりゃいいじゃないですかぜひこっちのに引っ越してもらって、静岡県民になってもらって、県民としていいじゃないですか、美味しいものいっぱいあるじゃないですか。これ ありますね。ていうか西はね、うなぎなんで。うなぎ。あ、そうなんですか。で、この辺は北の丸に出てきます。ここ広いな、北の丸、もしくは北条丸って言われる。北条丸、はい、広いっすね。そうなんです。一番多分平らだし広いし、西の丸は広いけど坂になってるっていう。ああ、はい。ここは本当にあれじゃないですかね、平らに近いじゃん。そうですね、はい、分譲地みたいな感じになってます。なんかね、家建てられそうな。本丸の真裏なんで。あそこが本丸ですか。はい、本丸の真裏なんで、屋敷的なものがあったかもしれないってことですか。で、しかも北条丸っていう名前なんで、おそらく城主が町田なので、北条家一門とかが入った時に使われる、なるほど、エリアなんだと思います。ここ、あ、それはありえますね。で、おそらく対豊臣の時は北条氏勝が入っているので、氏勝の陣がここにあった可能性はあるのかなと思ってます。本当は、まあ、豪華な館があったかもしれないということですね、ここにはね。まあ、館はもしかするとないかもしれないっていうのは、館レベルのものを作るんだったら、柱立てないといけないんですよ。その跡がないんですよ。で、柱の土台の石の跡が出てないので。確かに、もう真っ白だね。そう、だからそれがあれば、まあ間違いないんでしょうけど、発掘、散々してる間にはそれの字もないので、おそらくそれがないんですよ。普通に天幕とかで陣を作ってるってことなんですね。おそらくそういうことなんだと思います。ここも演技できそうじゃない。ただここ置くときって来ねえよなと思って見るとこもちょっと少ないな置くときってこんなところで、まあ、確かにさっきのところでもね、行きやすいし。1階目は、あ、ちょっと肉の窓を使ったんですよ。よいしょ。橋を渡して、はい、本丸に。はい、いよいよ。本丸、左側の時には本丸の、本丸矢倉。あと言われるところですね。本丸の北東側にある一段高いところです。まあ、一応こう天守櫓って書いてあるけど。ああ、本当そうですね。はい、天守櫓。っていうのが、まあ渡辺官兵衛の炊飯器。はいはい。が一応元なんだけど、あれで言うと本丸に2層の櫓があったよと。いうのが一応記述としてあるので、まあ、ただそれだけ。本当に本丸か西の丸じゃねえのかっていう話。そう、もともとね、勘違いしてますからね。本当に本格的なところのパスナーマークがクリアされてないので、ちょっとそこが怪しいところではあるんですけど、それがあったっていう、おそらく前提のもと、ここ本丸櫓跡っていう、呼ばれ方になっていると思います。
そんなに広くないですよね。物見上げな程度、うん、そうですよね。天守っていう言葉が合ってるかどうかってところもありますかね、はい、でこれもそうですね、まあ、本当は柱の穴が あるはずなんだけど、結局あの発掘調査では確認できなかったっていうことなんで、まあどうなんだろうねっていう場所ではあります。確かに木の根っこ結構出てますね。出てます、めちゃめちゃ出てます。分かんなくなっちゃってるかもしれないですよね、はい。なのでちょっとそこら辺はもう謎ですね。でこの下を見るとこれ全部こんまるここ段差がある状態のエリア全部本丸なんで。あ、なるほど、はい、ここだけではなくて、はい、左側も結構深く掘ってますもんね。掘ってます、ね、そもそも加藤殿はなんで山中城出会ったんですか。あの山中城の三島市 の文化財課の担当さんからご連絡いただいて、あのクラファンイベントうちでもやってくんないみたいな、クラファンイベントの時にちょっとなんかやってくんないみたいな。それってどのくらい前なんですか。話で、もうそれ何年前かな、もう多分 4,5 年前ですよ、ね、あ、でもまだそんなもんなんですね、はい。でその時に秋口ぐらいにちょっと多分その話があって、うん、でその話があってすぐに、あ、じゃあちょっとあの検討しますっていう返事してたら、三島あ見ませんか合戦祭りまで、はい、そこの担当さんが来ちゃったんで、ああ行きますでそれで、あ、じゃあぜひよろしくお願いしますみたいな。じゃあもう三島の人はじゃあ知ってたんですね、加藤さんの活動っていうのは。そうそうそう、な、何かで知ってたんでしょうね。フェイスブックかなんか見たのかな。あ、はい、でもそれまで山中城知ってたんですか。知ってました。あ、知ってたんですか、はい、行ったこともあったんですか。ありました。あ、そうなの。僕はあの実はね、高校生の時にバイクでここに来ました大丈夫かな、高校生って 何歳とか聞いてるから。あ、大丈夫だよ、大丈夫だよ、大丈夫、免許取れる。免許は盗んだバイクとかではないということです。盗んだバイクで あれしろけ、盗んだバイクで、まあ、ここまで来てたんですか。じゃあ私も分からぬままじゃないです。山中城って分かってましたからね分かってました。その時に来てたんだ。はい、高校生の時に、バイクで親父と伊豆の方にツーリング行くっつって。ああ、そう、親父さんと来てたんだ。はい、伊豆の方にツーリングに行くっつって高校生で、うん、去年行った、先月、去年やった武者行列のチラシの。そうですね、端っこはなんかちょっと見た感じがあるなというのを兵糧庫あった、はい。まあ、ここをバックにしてあのね、開会式をこの間武者行列。ああ、そうか、はい、まあ、確かに建物もありますか。はい、で建物があるから、うん、あの幕とかかけやすいじゃん。そうですね、いい場所ですねここはね、はい、スタート地点にはいい場所です。でこう雨が降った時に、うん、音響機器中にちょっと雨が降りついちゃう、ね、屋根あるからねここはね、ということでちょっとここ使って、うん、はい、でお客さんも上で、ああ、ここもまた上から見るんですね、まいいですね開会式が終わったらこの階段登って、うん、出発して向こうに行く。お、一番いい場所じゃないですかおあつらい向きじゃないですか、しかも本丸屋根みたいなね、うん、そうですよね、いい場所じゃないですかっていう感じで、ここは本丸のところで、本丸西の丸って、はい、あ、本丸二の丸ってあって、さっきの二の丸小口に通じるので、うん、じゃあ今度はこっちから、そうですね、さっきの北の丸のあれを拝見していきましょうかね。北の丸の本丸裏の、いわゆる大堀切みたいな出会い堀切です。こういう風にやっぱり堀のお化けなんですよ。そうそうそうすごい堀がある、あの堀チートですか、ほんと。でも堀さんじゃないですか昔ロッテにいた。あ、ロッテにもいましたねいましたね、堀さん。いますね。あ、日本ハムを堀瑞希って言いますけど。あ、いますね、いますね。
この感じ。すごいなもうこれこれ真ん中行って登るんでしょ。ええ、この感じです。これはきついわ。これちょっとでもあのこの感じだとあれ思い出しません？あの小田原の、はいはい、小峰の大堀切りのあたり。ああ、はい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 。あのちょっとやっぱり両側の角度とか高さとか、ま、うん、あ同じ人が作ってるよねっていう感じが。なんか筑城もこのくらいのとこありますよね。あると思う。だからそれはやっぱり、うん、同じ。なんていうのかな、設計者というか大名家が作ってるっていう雰囲気はありますね。これこう来る感じですね。あそこはちょうど小口になってるんですね。はい、そうですよね、はい、こう来るか、こうか。いや、うまくできてるなぁ。さすがだなぁ。いや、すごい。じゃあちょっとそこのすり鉢車の小口に行きましょう。行きましょうか。そこで多分あの今山我らシェルタウ